全日空は国内線の運行計画を変更し、12月1日から来年1月4日にかけて、およそ3300便を減便運休にすると発表しました。ただ、年末年始にあたる12月24日から1月4日の便数は、コロナ前の計画に比べて98%まで戻っていて、ピーク時には札幌や沖縄の路線でおよそ100便を臨時で運行します。 ただ予約数は回復傾向にはあるものの直近でもおととしの同じ時期と比べて5割程度にとどまっているということです。